Hi, everyone. This is Toki.1872 年、アメリカ・カリフォルニア州で一人の女の子が生まれました。エディス・ウルフスキルさん。エディスさんとお呼びします。お父様は農業で大成功を収めた農場主でした。物心ついた時に、ヨーロッパの寄宿学校に行くことになりました。美しく成長した娘、エディスは、 その学校を卒業し、アメリカ・カリフォルニアに戻ってきました。ところが、ヨーロッパから帰ってきたエディスの様子がおかしいんです。それまで、特に宗教に興味がなかったエディスでしたが、ヨーロッパから帰ってきた途端に、キリスト教にのめり込んでいることが、両親にわかりました。突然ひざまずき、熱心に神に祈るエディス。さらには、 聖聖書書ののワンフレーズなど聖書の言葉を突然叫んだりすするそうです少し様子がおかしいなと思いながらも、ある日お母様は娘エディスと共に買い物に出かけました。ところが大きな通りで突然エディスがひざまずいて、神に熱心に祈りを捧げ始めたんです。周りのことはまるで気にしない娘にお母さんは面食らいました。通りを歩いている人々も、 お金持ち風のお嬢様が突然ひざまずいて祈りを捧げるものですから、ぎょっとしていたそうです。ヨーロッパから帰ってきたばかりで、環境に馴染んでいないんだろうと、両親は、まあ、思っていたそうなんですが、そのエディスの気候はますますおかしくなっていくんですね。それで1903年、家族は決断しました。エディスをサンフランシスコの病院に送ることになったんです。 その病院にエディスは入院しました。入院して間もなく、1903年8月27日の夜、エディスは入院している部屋から、忽然と姿を消したんです。慌てた家族は、私立探偵を雇って、彼女を探しました。2日後、ようやく私立探偵は、まあ、奇跡的にエディスを見つけることに成功します。病院から少し離れた森の中で、 エディスはひざまずいて、神に祈りを捧げていたそうです。見るからにやつれていて、二日間きっと何も食べていないんだろうなという様子でした。まあ、ところが元気はあったそうなんですね。私立探偵が促して病院に帰りましょうと言っても、エディスは抵抗して嫌だと言ったそうです。それでもとにかく、あなたは帰らなければいけないと言われて、ま、しぶ病院に帰ったんですね。 で、ところが両親はエディスにどうして病院から抜け出したんだと聞いても、全くエディスは答えないそうです。それできっとこの病院のことが気に入らないんだろうと両親は思って、この病院を退院して、今度はロサンゼルスにある病院にエディスを入院させました。結局エディスはその病院に長いこと入院することになったんです。 1914年12月、お父様がこの世を去りました。その3年後に、今度はお母様がお亡くなりになります。それまでエディスはその病院に入院していたそうです。ところでエディスには兄弟が2人いたそうです。両親はその兄弟にエディスの面倒を見なさいと言い渡してあったそうです。兄弟は常々遠くの病院に入院しているエディスには会うことがありませんでした。 ところがもう両親がこのようにいない。自分たちとしてはもう仕事が忙しかったんですね。お父様が残したいくつかの農場を経営するのに精一杯だったんです。それでいくつかある農場のうちの一つをエリスに与えることにしました。そして兄弟で一人看護師を見つけてきて、その看護師がエリスの身の回りの世話をするということで、一緒に暮らしてもらうことにしたんです。 看護師の名はベッシーという女性でした。彼女も身寄りのない女性だったそうで、喜んでこの仕事を引き受けてくれたそうです。そしてベッシーはエディスと共にその農場に住み込み、エディスはその農場で、特に全く何の動物も飼っていないそうなんですが、まあ、エディスが暮らすだけの小さな農場だったんですね。でそこで暮らし始めました。エディスはその農場の奥にある 森に散歩に行くことが好きだったそうです。ベッシーはできる限りエディスの好きなように自由にさせていたそうです。長い間病院にいたというのを知っているので、大自然に触れることがいいことだと思っていたんですね。で、エディスが安全なようにきちんと家に帰ってくるように、遠くから見ながらですね、エディスの後をつけて、こうエディスを必ず家に帰るようにしていたそうです。 お買い物に出かけるときもベッシーはエディスを連れて行きました。通りを歩いているときに、キリスト教のシンボルなどに目が止まると、エディスは持ってきたチョークなどでその通りに突然、キリスト教のシンボルを描き始めるそうです。さらにエディスにはイマジナリーフレンドがいました。 イマジナリーフレンドというのは特に子供の時期に、ね、いる空想上のお友達です。自分の空想の中でもう一人のお友達と会話をするんですね。エディスは大人になってもイマジナリーフレンドと会話をしていました。長い時間ずっと会話をするそうです。それも誰にも聞き取れないほどのか細い声でイマジナリーフレンドと会話をするんですね。1929年看護師ペッシーは これまでずっと一緒に暮らしてきたエディスと、これからも暮らそうと決意していたんです。ところが、エディスの症状が悪化して、なんとベッシーに対して悪態をつくようになりました。そばに寄らないでほしいとエディスに言われて、ベッシーは困り果てます。このままでは私がきちんとエディスの面倒を見れないと思ったベッシーは、エディスの兄弟にお願いをしました。 私はもう多分これ以上エディスさんの面倒を見ることができないと。エディス本人が症状が悪化していて誰も寄せ付けないと言うんですね。ベッシーは結局この仕事を辞めることにしました。兄弟は早く次の人を探さないとということで新しい看護師を見つけてきました。メアリーという女性です。 新しい看護師のメアリーは1929年7月14日の朝に到着しました。ところがエディスはそれを受け入れることはできません。これまでずっと一緒に暮らしていたベッシーが消えてしまい、新しい人が来てしまっても、エディスにとっては混乱するんです。エディスは変化をとにかく嫌がる人でした。そしてエディスはまたもや姿を消すことになります。 彼女が来てからエディスの様子がおかしく、そしてその新しい看護師メアリーを受け入れることができず、エディスは部屋に閉じこもってしまいました。メアリーはエディスを刺激することなく、静かにエディスが出てくるのを待っていたんです。ところがやがて日が暮れます。メアリーは家の中の明かりをつけながら、エディスの部屋をノックしました。お夕飯の支度ができましたと告げたそうです。ところが、 エディスからは何の返事もありません。思い切ってメアリーはエディスの部屋のドアを開けたんです。もともとエディスの部屋には鍵などはついていないんですね。こういった症状がありますので、いつでも看護師が中に入れるようにドアには鍵はないんですけれども、初日でいきなりこう嫌われてしまってですね、これ以上嫌がられたら大変だということで、メアリーは エディスが自分から出てくるのを待っていたんです。でも夜になっても出てこないので、まあ、思い切ってドアを開けたら、なんと部屋はもぬけの殻。いつの間にかエディスは消えていたんです。エディスがいないことに気づいたメアリーは気が動転しました。それで明かりを手にして、近くの農家までどうにか歩いていったんです。そしてその農家から保安官に連絡を取ることができたんです。 大掛かりな創作が始まりました。そしてそれと同時にその村全体でお金持ちのお嬢様が消えたとニュースになったんです。みんなで慌てて探し始めました。ところが一向にエディスの姿を見つけることができません。そしてそれから数週間が経ちました。皆の表情にもうダメかもしれないという諦めの色が滲んだんです。そして 9月19日、18歳の男の子、バーナードがエディスを見つけたんです。それは悲しい知らせでした。エディスは遺体となって発見されたんです。泥の中に顔から倒れていたそうです。ところが不思議なことがわかりました。倒れているエディスはなんと男性用の洋服を着ていることに気づいたんです。男性用の洋服で シャツはボタンがすべて止められており、さらにエディスが履いていたであろうハイヒールがそばにきちんと並べて置かれてありました。さらに奇妙なことが分かったんです。そのエディスが消えた日に着ていたとされる服がエディスの部屋のクローゼットから見つかったんです。これは捜査隊などがすべてクローゼットの中も確認していたんですけれども、いつその服が そこに収められたのか誰にもわかりません。メアリーははっきり覚えていたんですね。エディスがこの服を着ていたことを。エディスはこの捜索隊がくまなく探してる間にこっそり家に帰って着ていた服をクローゼットにしまい、男物の服を着てまたこっそり消えたというのでしょうか。さらに不思議なことにハイヒールの跡が足跡が一切ないそうです。 そして不思議なことに、エディスの遺体が発見された場所は、エディスが暮らす農場からとても近い場所だそうです。つまり、100名ぐらいの捜索隊が数週間にわたりくまなく探していた場所なんですね。なぜ誰一人エディスの遺体に気づかなかったのでしょうかエディスの遺体の司法解剖が行われました。ところが司法解剖の結果、 死因が特定されませんでした。彼女は自殺なのか、それとも他殺なのか、それとも自然死なのか、突然死なのかわからないんです。毒物は全く検出されず、争った形跡が一切ないそうです。ただ、そこに眠っているような、そんなご遺体だったそうです。 そして死後一週間が経っているということだったんですね。つまり操作している間、まだ生きていたんですね。亡くなってまだ一週間だったそうです。そして不気味なことがわかりました。エリスの遺体があった場所からほどなくしたところに墓地があるんですが、その墓地の中の一つのお墓が掘り起こされているんです。中は空っぽでした。そのお墓は 誰かお亡くなりになった方がいて、お葬式が終わったばかりだったそうです。棺というのは重たいんですね。当時は特に仮装は一切せずに、そのまま棺のまま埋めるので、重たいんです。誰がその墓を掘って中のものを取り出したのか。とても不思議な事件なんです。なぜエリスは亡くなってしまったのか。今も未解決のままです。 今回はエディスさんの事件についてお伝えをしました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。